すべてのお願いにイエスと返事をする人がいます。週末出勤もイエス、有志の審査もイエス、さらにホームレスにお金をあげています。この男はなぜこんなにもイエスに執着するのでしょうか。この映画を紹介してくださったマーさん、ありがとうございます。銀行の融資管理部に勤める主人公のカール、実は彼は周囲からの頼み、お願い、誘いの全てを断るノーマンでした。隣のおばあちゃんからの頼み事、ミラクバリのお兄さんも、上司からのパーティーの誘いも、融資の審査も、かかってくる電話も、ありとあらゆる全てがノーです。さらにベストフレンドの結婚パーティーすらも断ろうとします。カールがこのように人間関係に無関心で消極的になった理由は、元妻と離婚する際にできた心の傷のせいでした。そしてその前妻は今自分とは違って新しい彼氏もでき、楽しく暮らしていました。毎日つまらない人生を送るカールは昇進とも縁がありません。そんな彼の前に長い間会っていなかった友達が現れます。意味わからんすぎ。この人の話聞いたらすぐ刑務所行きになりそう。結局カールはイエスのコンベンションに参加してみることにします。Now get on up here. No thanks, I'm cool. I'm sorry. What was that you said? No. No man, no man, no man. Why? What's your name? Carl. Talked you into coming here today, didn't they? Yes. Yes! And you're not sure about this? No. No man, no man, no man, no man. いや、友達が。ところが、このイエスマンの会長はカールの人生を全て見抜いてしまいます。Most nights you're so bored and filled with ennui, enthusiasm necessary to masturbate. By right, Carl? We're gonna make a covenant. Once you leave this building, every time an opportunity presents itself, you will say yes. Yes! 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 Make me believe it! Yes! うっかり自分と約束をしてしまったカール。Yes! こうやってコンベンションが終わって家に帰ろうとしたとき、いきなりホームレスが車に乗せてくれと頼みに行きます。いや、絶対狙っとったやろ。Sure he can. Right, Carl? 仕方なくイエスと答えましたが、このホームレス、さらに要求してきます。Can I use your phone? Okay. Yeah. Hello? Hello?Man, your battery's dead. Oh, great. Can I borrow a couple bucks? Yes, you can. Whole lot there. Can I have it all? Sure. It's all yours. 誰が見てもイエス連発で損しかしていません。この時、車のガソリンも切れて、カールの不満が爆発します。Perfect. Fucking great idea! 歩いてガソリンスタンドにたどり着いたカール。彼の前に一人の女性が現れます。
you just run out of gas? Maybe. That happened to me last week. You were driving ridiculously far out of your way to drop off a homeless guy, wore out your phone battery so you couldn't call AAA? カールは彼女と自然に会話を交わし、車までバイクで送ってもらいます。What are you doing? I'm taking a picture. Smile. いい子は真似しないようにしましょうね。Well, thanks again for the ride. No problem. So, are you okay? Yeah, I'm good. Unless you want to stick around and make out. What? What did you say? Hey, I...わあ、言ってみるもんですね。一瞬で前妻を忘れさせてくれた彼女の登場にカールはイエスを信じ始めます。 Yes. Yes always leads to something good. 週末出勤も融資も、yes. ネットお見合いも、I guess so. いや、そこはちょっと考えて。全部 OK した彼は流れで昇進までしてしまいます。 No? You are, Carl! Yeah. That's why I'm gonna give the job to you. 次の日、カールは隣のおばあちゃんの家事も手伝ってあげます。 not so fast. Oh, darn, I forgot to go to the bank. Gonna have to repay you somehow. You are so handsome. Would you like a release? I'm sorryYou know, sexual release. ああ、いくらイエスマンになったとしてもこれはちょっと…カールは制約を破って拒絶をします。 I'll be seeing you. すると、すぐに不幸が訪れます。結局、もう一度イエスを選択するけど…うわ、これは…今、カールは新しい出会い、新しい学びを断りません。You got it, Nora. I do want to take guitar lessons. I do want to learn how to fly. Yes, I would like to learn Korean. 청주날씨는어때요?청주날씨는어때요?そしてイエスによるもう一つの幸運が訪れます。前妻を一瞬で忘れさせてくれたアリソンと運命的な再会をします。二人は親しくなり、翌朝の約束もするようになります。Okay. その夜、アラームまで設定して寝ようとした瞬間、まさか、yeah. 超ハイテンションになって現れたカール。アリソンは予測不可能なカールを見て彼の魅力に落ちてしまいます。イエスマンのカールはアリソンと様々なデートをします。警備員に追われることさえ幸せな思い出になってしまいますね。二人は無計画旅行を計画します。目的地のない旅で二人だけの楽しい思い出を作ります。危ない危ない。そして彼らは家に帰ろうとしますが、急に雨が降り始めます。結局、ちょっと雨宿りの場所に入ったら、アリソンがカールに告白をします。I love you like... Maybe when we get back...We should move in together. 同棲の話までは予想できてなかったカール。ちょっとためらいましたが、イエスと言います。Yes. しかし、表情が良くないですね。とにかく家に帰ろうとしますが、急に FBI が現れ、カールを連れて行きます。Do you hate your country, Mr. Allen? What? Know what you're planning. This is insane.
you think I'm a terrorist? 無理にイエスを連発してきたことによる副作用でしょうか。イエスマンとしてやってきた全ての行動のせいでテロリストだと疑われます。果たしてカールはこの危機を克服できるのでしょうか。ここからは結末についてネタバレがあります。結末を知りたくない人は視聴をご遠慮ください。結局弁護士を呼んだカール。この人の職業は弁護士だったんですね。 Yes, since the spontaneous trip taking, it's all because he must say yes to any opportunity. 結局 FBI の誤解は解けますが、アリソンは今までのカールの行動が真実の行動ではなかったと思ってしまいます。 You paused. You wanted to say no, but you couldn't because you had to say yes. That's not entirely Allison.Hi, Carl. Can we talk for a second? Get away from me. Okay. Farther. Yep. はあ、骨の髄までイエスマンになっちゃいましたね。相変わらずイエスマンとして成功したかのように過ごしますが、なんかずれてる感じは隠せないし、そこで自分に教えてくれた会長を直接訪ねることにします。Terrence, don't freak out. が、事故が起こってしまいます。Hey, buddy, you all right? Covenant, it's coming down hurting me, man. It is nonsense. There is no covenant. There never was. We're just riffing. Well, yes, thing is all bullshit. No, you just don't know how to use it. 病院でカールはやっと真実を知り、真の意味のイエスを悟ります。5:40 in the morning. Perfect.もう彼は堂々と彼女に本心を伝えに行きます。カール、何をしているの？私は彼女に言うことを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 。アリソンは最初カールを薄情な男だと思っていましたが、カールの心の告白に彼とまた会うことにします。カールとアリソンは以前のように再び活動的な恋愛を続けるようになります。 No big deal. I know a lot of people who are willing to giveSaid 2 million times. Good God. 皆さんどうでしたか？ノーを連発するネガティブな男がポジティブな生き方イエスマンに変わって繰り広げられる物語。ジム・キャリーならではのオーバーアクションと表情の演技がよく似合うヒーリング映画イエスマン。実際のジム・キャリーはインタビューで、人生においてイエスと言って後悔したことよりノーと言って後悔したことがもっと多かったですって言ってました。彼はこんな考えを持って自らがイエスマンを演じ見せてくれたそうです。映画撮影のために制作陣が止めたにもかかわらず、代役ではない直接バンジージャンプをしたのはもちろん、ギター演奏と韓国語の授業まで受けたそうです。簡単な演技ではなく、真心を込めた演技をしたからこそ、映画を見ている間終始違和感なくみんなが共感できたのではないでしょうか。見てる時はただ面白いなーって見てましたが、映画が終わってからいろんなことを考えさせられました。私の人生はイエスマンだったのかノーマンだったのか、そしてそれをちゃんと考えて答えていたのか。物事がうまくいかない時はたまにイエスと叫んでみるのはどうでしょうか。皆さんの感想を共有してください。それでは次の映画もお楽しみに。